小児麻痺発生。赤ちゃんや子供たちにとっての大敵、小児麻痺の防疫のため、6月東京都臨時防疫対策本部が設けられました。早速市として小学校4年生までの130万人に生ワクチンを投与及び早期ワクチンの注射を行いました。その結果、被害を最小限度に食い止めることができました。